キャッチ、あ、キャッチか。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。頑張る。え、早くね。ほい、ということで、早速やっていきたいと思います。ん、なんだ？またしても。最近ちょっと私の最初の挨拶の邪魔が入るんだが。なになに？輸入用品店がオープン。お、何か早速輸入されたの？なんか綺麗なんだか綺麗じゃないんだかよくわからないような外観なんだけど、お店。へぇ、本当にいつの間にだな。え、いいね、いいね。周りと差をつけたい方。ほいほい。やった。え、なんだなんだ。また。喋らせて。お次は何のニュース速報？お、輸入品が入荷されました。おぉ。ちょっとモデルをどうにかしてくれ。もっと他の人を使ってくれ。おい、ありがとう。帽子屋さんの服やって。ちょっと買いに行ってみる？輸入用品店。他の島などから輸入された特別な商品を取り扱っています。こんな風に他の人の島では、きっとうちのサンバイザーが売られるんだ。帽子屋さんの服。おー、いいね。メイドイン任天堂島。お、これは公式のやつってことか。買う。あ、すごい、いろんな色あるやん。どれがいいかな？色。あれやね、ズボンの色は変わらんのやね。ということは、白が一番いいかな。じゃ、これで。ほいほい。こっちは？カラフルサンバイザー。なんだいそれ。あ、これはメイドインアミラ島、うちのやつね。輸入というか輸出品なわけだ。なるほど、なるほど。ほい、ということで、やっと。今回もまた新しく住んでくださるという方が来てるので、また読み取っていきたいと思います。ってことで、QR コードを読み取る。ほい、ということで、ノアくん。ノリ系第一印象奇策。特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、ガンガン型、元気の塊タイプ、思いつきで何でもやる、何かやりだしたら誰にも止められない。ガンガン型初めてかな？見たことない気がする。すごいね。元気の塊やって。誰にも止められない、それは大変だ。ほい、じゃあマンション行ってみよう。入る。じゃあ早速新しく増えたノアくん入るよ。お、もう結構マンションの部屋が埋まってきたな。ノアです。思いつきで何でもやっちゃう男です。思いつきでちゃんと考えてよ。てかめっちゃなんかお金持ちっていう感じの家やね。宮殿みたいなんやけど。初対面の人とでも話すネタに困ることはありません。それが羨ましいわ。私に話すネタを提供していただきたい。その場その場での話しかできないわ。マサオさん、ココちゃんと何マラカスで遊びよるけど、入るよ。さあ、誰とお友達になりたいの？そっちの世界の天気はどうなんでしょう？こっちの世界の天気は、今日も曇りです。今週は多分もうずっと曇りじゃないかな。雨のマークは一応出てなかった気がするけど。天に恋人がいたら、お、いいやんいいやん、紹介？りんちゃん、いいと思うよ。いいと思う。それでは、二人も合わせてみます。オッケーオッケー。さあ、どうなるだろうか。みんなすごい友達思いよね。いろいろと紹介して。そしてみんな同じコースなんやね。これみんな違うコースやったら面白いのに。ね。
みんな考えることは一緒ってことやろうか。これ途中途中の二人の反応とかさ、表情とかも全部一緒なんかな。ああ、何事もなく終わってしまった。これからか。合わなかったみたいです。ああ、合わなかったのか。なるほど。以前から刹那は他の友達とは違うと感じてました。お、マジで？やっぱ親友は違うってことかな。ほい、次。お、ノアくん呼んでらっしゃる。一緒に遊んでくれますか。ほい、遊ぼう遊ぼう。遊ぶ。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか土俵の外に出すと勝ちです。久々やね。スタート。さあ来い。はっきょい。残ったー。さあ行け。行司さん誰？顔がよく見えない。顔がよく見えない。あ、押し出せそうな気がする。私が倒れなければの話だけれど。おっしゃい。手加減しないやつ。おめでとうございます。ほいほい、ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ、おっきいやつ。お、夜間。お宝、夜間をもらいました。私、その時計持ってなかったんじゃないかな。持っとったかな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、今回も、またこの島に住んでもいいよという方が来てくださっているので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、リンさん。ドライ系第一印象自信家。特徴、形式的、負けず嫌い、短気。ズバリ言い切る、成果にこだわる。テキパキ型、強気に頑張るタイプ。目標が高ければ高いほど燃える。少しおっちょこちょいな面も。でもすごい上昇志向な感じやね。前向きでいい感じや。ほい、ということで早速新しく増えたリンさんのところを訪ねてみよう。ということで、リンさん。入ります。リンでございます。強気で負けず嫌いな女です。お、なんかテキパキ型とかやったけん、喋り方早いんかなって思ったらゆっくりめやねん。あんまり女の子ではおらんかった気がする、うちの島。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。なんかすごくシンプルな挨拶をいただいた。ココちゃん、入るよ。どうしたの？どうしたの？何があったの？どうしよう。お、どうした？おー、マジかマジか。逆プロポーズ、頑張る。逆プロポーズするのがいいでしょうか？ほんとね、場所はね、高級レストラン行く？あ、でもな、駅のホーム。逆に。今の格好のままでいいよ。このままで。私が頑張る。うんうん。わかった、きっちり。頑張ります、私。ほい。私もついてく、ついてく。デート帰りっていう設定かな。さあ、どうだ。なんかめっちゃみんなおるんやけど。帰るの、寂しいね。そうだね。びっくりした。何も答えないのかと思ったよ、一瞬。Good。ケン君とアキちゃんが見えるんだけど、目の前に。ねえ。さあ、考えるんだ。ええー。聞こえなかった。電車。てか、キング、無の瞬間多いっす。キング、無の瞬間多いよ。あー、ハートが。もうこの前、駅でハットも見かけた。ちょっと待って、ちょっと待って。へ、そうなんだ。うん、へえ、そうなんだとしか言えないよね。もう少し一緒にいたかったな。ね。そうだね。へ、めっちゃ笑顔だ、笑顔だ。グッ
あ、怖いんだけど。最後のハートなんだよ。ちょっと一回見送るね、ごめんね。電車乗って。そうだね。よろしくないよ。よろしくないよ。じゃあまたね。キング聞いてよ。あ、うん。キング聞いてよ、話を。やべえ、私。下手くそすぎて泣けるんですが。あー、悲しい。一緒に電車に乗るわけでもないのね。私も頑張るよ。私、プロポーズの成功率が限りなく低い気がするんだ。ごめんね、みんな。そして、ミーニュース。入る。お、お願いします。伝説の魚が発見される。隊長佐団、台湾さんのことかな。シーンくんじゃないの。驚いているのが特徴。魚っていうのは魚の魚とその魚がかかってんの。うまいこと言うね。お、ケイくん。やられたって感じなのかな。ふん。はい。おい、ありがとう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション、めっちゃおるね。入る。ほい、ということで早速、なんだ、喧嘩か。ココちゃんうずくまっとるけれど、うずくまってるけれど、何か怒ってらっしゃるの。あー、イライラしてる。なになに、どうした、誰と何があった。アリスちゃん、なぜ喧嘩したの？仲直りしてよ。イライラを。なんか最近みんな怒るときにめっちゃなんか、貧乏ゆすり的なことをするよね。それじゃあ、冷たいかき氷で頭を冷やしてください。あ、ごめん、落とした。余計イライラさすようなことをするやつ。どうよ。頭冷えた？まあまあ美味しかった。あ、まだ全然ぽい。うん、わかったよ。聞いたよ。仲直りして。やっぱりあんなのじゃダメか。ということで、オルゴールで気持ちを沈めて、ほい。今度こそ。どうぞどうぞ。お、ココちゃんだね。いつも何の音楽なんやろうね。でもなんか良さげな音楽やけど。穏やかな気持ちになりますね。ね、落ち着いた？気分が落ち着きました。お、よかったよかった。仲直りしてくろうと思います。ほい、いってらっしゃい。アリスちゃんもプンプンしよる。さあ、仲直りできるか。この間はごめんなさい。お、言った言った。あ、どう？こちらこそごめんなさい。お、よかった。なんかいつもさ、すごいギリギリまでプン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 しよるけん、ちょっとドキドキするよね。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよかった。お、レベルアップ。ほい、ということで、Wii U 化粧品セット、マラカス。統一性がないな。統一性がないな。じゃあね、携帯で、これできっとコミュニケーションも円滑に取れるはずだよ、みんなと。
道具、携帯電話をプレゼントしました。ついにこれもあげます。なになに？お、実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。ほい、じゃあ次、ケンくん。入るよ。さあ、誰だ、相手は。なんでもないです。ほっといてください。ほっときません。実は、ゆかのことが好きです。おー、マジで、マジで。なんかあんまり一緒におるとこ見たことなかったけど、そうやったんや。手伝うよ。どんな感じで告白しならいいですか？ね、ゆかちゃん結構ファンキーな感じやけんさ。どうかなぁ。あ、でも意外とロマンチックなの好きやったりとかするかもしれん。ロマンチックに行こう。告白する場所はどこがいいでしょうか？場所はね、屋上とか。屋上に呼び出しちゃえ。着替えた方がいいですかね？着替えあったかな？とりあえず見てみようか。なんか最初からこの服やった気がするんよね。タータンチェックシャツ。いや、確実にギャルソンの方がいいよ。かっこいいよ。ギャルソンエプロン。じゃ、このままでいこう。やっぱり、このままでいいですか？うん。わかりました。では、勇気を出して告白してきます。ほい、行ってらっしゃい。その日、結局、あの人が来ることはなかった。マジっすか。ゆかちゃん。ゆかちゃん、なぜ？残念な結果に終わりました。しょうがないよ。次があるさ、次が。釣られちゃいました。いや、まあ、何か都合があったのかもしれないしね。じゃ、とりあえず、どうしましょう。そうだね。そうだね。物の方がいいのかな？オルゴール聞く？オルゴールね、でも。ブランコで。はい、気分を。晴らそうよ。天井からぶら下げてみます。はぁ。はーい。楽しい。なんかちょっとあれ、ゴムゴムのーって言いたくなるね、これ。ルフィっぽくない？強く。てかすんげーガックンガックンなりよるけど、確実に落ちそう、これ。うまい。褒められた。イェーイ。いい感じです。マジで楽しい。私こんな揺らされ方したら絶対怖いんだけど。止めてって言いたくなりそう。しかも気持ちいいって、ここ外じゃないからね。別に風があるわけでもなんでもないんだよ。うわ、絶対怖いこれ。あ、でも楽しそうだね。ケン君が楽しそうなら全然いいんだけど。と、やっほー、めっちゃご機嫌みたい。よかった。と、今、風になった気分です。風になった。ちょっとよろしくないんじゃない？大丈夫？まあ、これでまたしばらく、ね、そっとしておくよ。ほい、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、それじゃあ今回もやっていきたいと思います。早速、マンション。お、入るよ。お、これは？あ、黒影さんとネムちゃんの家に遊びに行ってるとかあるんだ。ちょっと後から見に行く。とりあえずシンくんのとこ行ってみるね。友達になりたがってるから。こんにちは。ハットとはすごく仲がいい友達だと思っているのですが、僕とハットのこともどう思いますか？すごく仲のいい友達なら相性バッチリなんじゃない？本人同士がよくわかってるはずだ。ほい、そして昼市。今回はどんな服があるかな？誰にでもよく似合う街乗りの服だ。いいやん。誰にでもよく似合う街乗りの服。いらっしゃい。なんか確かに自転車乗っとる男の子でさ、こういう服装してる人たまにおるよね。スポーティーですごいいいって
いいと思う。てかみんないろんなとこに出かけとるね、なんか。遊園地は？お、ナミちゃんじゃないか。あ、いいね、なんか観覧車からのこういう景色。ちゃんとちょっとずつ上がっていきうる感じが。これどこまで上がっていくんやろ。結構遠くまで見えたりする。あ、ジェットコースターのコースが見えてきた。でも一人で観覧車、おお、向こうジェットコースター通りよった今。ほい、それじゃあミーニュース見ていってみよう。入る。ほいほい、お願いします。家庭菜園がブーム。ちょっと変わった光景とは。屋根の上すげえな。え、すごいすごい、あれどういう状態、なんで崩れんの。え、でもこれが本当にできるんやとしたらめっちゃ便利じゃない。まあそれね。シッシーさんどうした。あゆな島です。そんなでかい話じゃないか。ありがとう。りんちゃん行ってみよう。満喫。一人の時間を満喫、ごめんね、入るよ。こんにちは。こんにちは。私が入ってきてちょっとテンション下がったか。お、新しい帽子。確かね、なんか、取ってあるものが。ほら、お花の髪飾り。あ、これいいじゃん。大きな花がチャーミング。親しみやすいあなたに。これ、福袋でもらったやつかな。ほい、どうぞ。絶対可愛いよ。ほらほらほら。いいね、いいね。すごく気に入ったようです。お、レベルも上がったよ。じゃあ、プレゼントは、今、化粧品持ってるんでしょ？だとしたら、次は、化粧品か。何がいいかな。やっぱ美容系ってなるんかな。あ、鏡。じゃ、これあげる。ほい。さすがに鏡を一緒に並んでみるとかいうことはないよね。ミー同士で。それはないか。そんなの、トイレの鏡の前でしか見たことないもんね。お風呂セット、ありがとう。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。それじゃあ今回も、続きからやっていきたいと思います。なんか光よるね。私これすれ違いの一応持っていっとったんやけど、なんかあるんかな。え、なに、誰、え、誰誰、声をかける。船が2艘やってきました。見る。幸せ島から船が来ました。旅人ココロ、ココロちゃん、輸入品ボーダータイツ。え、あゆな島に旅人と輸入品がやってきました。すごい、やってきた。旅人はいろんな島を渡り歩きながら旅をしています。旅人は少しの間島を観光してまた旅立っていきます。あゆな島にいる間は親切にしてあげましょうね。もちろん。旅人の情報や旅人が今どこにいるかは右下の交流名簿で確認できます。また輸入品は服屋さんなどでは売っていない珍しい商品です。輸入品は輸入用品店で売られます。早速買いに行きましょう。オッケー。ほう、あゆな島の輸出品を積み込みました。あ、クロムちゃんが旅立っていったよ。お、武藤島から船が来ました。旅人ミュート、ミュートくん、輸入品クレイジーパターンシャツ。なんだクレイジーパターンシャツって。アイナ島の輸出品を積み込みました。おー、すげー。交換ってことかな。お、ドスって置かれた。交流名簿。すごいね、ココロちゃん、楽しい仲間たちと。へー、ミュートくん。へー、この旅人のところへ行くっていうのは何やろ。あ、すごい。
ちのマンションの屋上におるってこと？旅人に話しかける。お、びっくりされた。あ、今の管理人さんですよね。そうです、そうです。私、心です。今日、この島に一泊してもいいですか？もうどうぞどうぞっていうか何泊でもしてよ。いいよ。ありがとう、管理人さん。あの空き地にテント張らせてもらいますね。あ、マジで？空き地にテントとか張るんや。へぇー。すごいね。もう一人は？ミュートくん。旅人のところへ行く。話しかける。あれ、この子も屋上におる？何あれ、私空から話しかけようかな。そうです、そうです。僕、ミュートです。今日、この島に一泊していいでしょうか？全然いいよ。ありがとう、管理人さん。あの空き地にテント張らせてもらいます。どの空き地なんやろ？ちょっとわからんけど。お、ニュース速報が。旅人がやってきましたっていうニュース速報？ニュース速報です。超恥ずかしいやん、旅人さん。もう旅人に空き地を開放。旅人の宿泊場所としてはちょっと、宿とか作ってあげてよ。へぇ、10人まで来れるんやね。あ、マジで？島の住人と同じように困っとることとか解決してあげれるってこと？ほい、ありがとう。おし、じゃあ、なんかアスムが呼びよるけん。入るよー。久々に。一緒に遊んでくれますか？遊ぼう、遊ぼう。さっきまでユニポンちゃんの部屋おったよ、私。ミーモザイククイズ。モザイクがかかっているミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。10人増えてきたけんな。ででん。りんちゃん。答えは、りんでした。イエーイ。次へ。モザイククイズ第2問。ででん。これは誰でしょう？それは、ケンくん。答えは、はぁ、ノアくんだった。ごめんね。なるほど。残念でしたね。髪色とかさ、そういうのでしか判断ができにくいけんさ。お宝トイレットペーパーもらいました。ありがとう。シュリカちゃん行こう。入るよ。さあ、遊ぼうか。遊ぼう、遊ぼう。キャッチ、あ、キャッチか。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。頑張る。え、早くね。いや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 。もう一回。ちゃんと見てなかったよ。なんなの、せっかちなの、シュリカちゃん。ほい。ほい。あー、マジか。あれだね、シュリカちゃん、多くを語らないんだね。結構みんなさ、こっちの気をそらそうと、雑談したりとかするんだけど、いきなり落とすからびっくりするよ。ほい。それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。